バイトエギン、バイトエギンですね。カブプですかね、釣れればいいですけど、スケスト、ロープ、ギワを狙っていいですけど、よいしょー、絶対釣るまで行きますんで、来たー、来たー、来たー、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。夜です。夜です。前回の動画に引き続きまして、はい、ここからはですね、はい、ナイトエギング。ナイトエギングです。で、勝手にサポーティングを、はい、引き続きですね、引き続きやっていこうかなと思います。ます新しい T シャツを。そうです。見てください、皆さん。これロンティーになってるんですよ。ブラック。かっこいいですね。これいいでしょ。後ろね、こんな感じ。あ、いいな。まあ秋なんでね、うん、ちょっと長袖を着て夜なんで、うん、ええ、これでやっていきたいと思います。で、数釣りですかね。釣れればいいですけど。と、うん、ええ、いうことで、はい、じゃあ行きますよ、はい。夜も勝手にサポッティング。ブルースです。中層からちょっと下まで落とします。ボトムまではちょっと落とさないね。生けすがあってロープが入ってるんですけど、そこの際を狙っていきます。結構水深あるんですよね、ここね。これ今ね、生けすとかロープ際を狙ってるんですけど、エギをねロープにかけたり生けすにかけたりしないようにね、さすがに気をつけてください皆さん。漁師さんたちが怪我しちゃうんで、ちょっとねキャストに自信のない方はなるべく遠めに投げるっていうところからですね、やっていってもらえればと思います。ちょっと 3.5 個ここ投げよう。エギ変しました。ちょ、目の前にねこう進行がいるんですけど、 2.5 無反応だったんで 3.5 に変えました。ダートマスター、青すぎるヤーツー、ブルーのヤーツーか、どっちやったっけ。いるは絶対いると思うんですよ。月出てるけどね。今日はね、ちっちゃい。来ましたね。来ちゃ、来ました。ブルーのやつできましたよ。来ました。うわー、ベロベロ。ベロベロのヤーツーです。はい、シンコちゃんですね。ちょっと早めにお願いします。タッキータッキー、ありがたき。うわ、やめて、そんなさり際にアプローチしないで。東京ラブストーリーもびっくりですよ。完治もびっくりだから。すっげーなー。漁港をね、今さっきまで売ってたんですけど、ちょっとねキャスト位置を変えて、漁港の湾内ですね。はい。どうだろう。住み跡はね、ちょいちょいあるっぽいですね。ちょっとここ調査して、もうすぐね、満潮なんで、潮止まる前に一発ね、釣って休憩して、下げ始めを打ち込むという流れを作っていきたいんですけど、どうなんでしょう。ああ、潮はいいわ。水深があってね、潮が早いんで。3.5 を投げてます。ダートマスターのね、リアイソ。ボトムまでね、しっかり落としていきます。止まったな、潮がまた。はい、来たー。はい、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 お、300ぐらいある。リアル磯筋エビでございます。はい、ありがたきでございます。階段があるんで、階段からリリース。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、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 ごめん、ごめん、ごめん。ちょっとびっしょびしょなんですけど、はい、ポイント入ります。
た。まだね、後半釣れてないんですよ。もう絶対釣るまで行きますんで。潮がね、今から満潮からの下げ始めですね。いただきました。絶対釣るマンです。どうも。テンテ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 テン300、400、500。400あるかな、はい、お、いいですね。いいサイズです。400ちょっとありそう。400ちょっとありますかね、うん、エギなんこれ。これ限定のやつですよ。いっぱいエギ買ったら、うん、くじ引いてくださいって言われて。なるほど、はい、2頭のやつ限定色。これ LQ よね。 LQ ですね。おっし、もうちょっとじゃあリリースを先に、はいはい、ギラギラしてるから。ギラギラしてる。あ、ギンギラギンにさりげなく嬉しいの。嬉しいです。嬉しいです。気持ちいいな。よかった。今日これで全然復活だったんですよ。なるほどなるほど。やっと出した意味が。よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。今からも頑張っていきます。お願いします。もうこうなったらすぐ釣れる気しかしなくなるから、もう単純なんですよ。一気にね、さっき今潮が聞き出したんで、もう一杯ぐらい来そうけどな。あ、来た。ちょっと待って、今パンチョン。今パンチされた、パンチされたよ。来て。来てね。来そう。今パンチ来たよ。ツンされたよ。ちょうだい。来たー。いい引きよ。いい引きですよ。サイズアップぐらいしてるんじゃないこれ。どうかな。はい。どうなんすか。絶対釣るマン、すごいの。絶対釣るマン、釣るイカ釣るぞ。まあ同サイズですね。400。うん、いい。全然いい。すごいわね。横からすごいのよ、ほら。すごいわね。あんた持ちなさいよ。おい、やめて。てんのよ。よし。次は？さっきと一緒でーす。一緒。限定でーす。すごい。シルバーこの城です。シルバーこの城。はい。すごいね。すごいの。さすがっす。お邪魔すー。おめでとうございます。また頑張りまーす。もう触ったぞ。もう絶対なんか触ったもんな。来たー。来ました。近いな。3本目です。いや、いいじゃん。いや、同じサイズ。楽しいよ、これサイズは。いいじゃない。やりましたね。はい、さす。300ぐらいかね。300ぐらいですね。いや、さっき触ったんですよ。確実に触ったってずっと言ってたんですよ。あ、カメラで。カメラで。来るぞと。万引き G メンと。万引き G メン。あいつやるぞ。ちょっと見とけっつって。はい、入れますよ。はい、入れました。がっつり抱いてるんですよね。すごいね。しっかり。リリースしてやりましょう。またこいつですね。すごいですね。すごいですこいつ。シルバーがいいのかな、このシルバーがいいかもしれないですね。ね、本物に見えるんでしょうね。あなた頭つけてるのもなんかシルバーっぽいけど。ブルズです。ブルズ感がすごい。すごいのよここの。はい。ってことで連発。やりました、ね、3連発やりました。2頭のエギで限定カラーですね。あれいいなぁ。あれでもなくしたら最悪ですよね。もう手に入らないから。売ってないんですから、非売品です。今日はそこでバッチリ当たったっすね。インナーシーとかシルバーか。あれインナーシーとシルバーなんて
もう今ね深夜2時過ぎぐらいですかね、まだワンちゃん咲き始めの塩がまだ残ってるみたいなんで、はい、今からはサイズを狙いながら、そうです、できればキルアップ、この時期行ったらもう、うん、こう感動が違いますもんね、また違いますよね、じゃあ2人でキルアップ狙って、絶対つるまん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 、ポイントはですね、前回の動画で僕が500アップ、ゆうすけが700、釣ったところですね。まあまあ、いたことはいたんで、ありがたきということで、言うてあきなんで、はい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 、皆さんお待たせしました、絶対するやん、絶対する仕様になってるやん、今めちゃめちゃ足元だったっすね、はい、エギはこちら、はい、アオリキューのね 3D3 号モンスターマスターですね、もうキロアップ釣っていいんでしょ、いいですよ、うん、もうソレイユケ君が釣っていいって言ってるんで、はい、釣っちゃおうかなと思います、それゆけくん釣ってよかったよ、今ちょっと呼びよる、俺ほら今釣ったけんさ、交代ずつやん、やっぱりあれでいいと、とりあえずい まあ、いっぱいいっぱいこうラリーをしたいなと思って、ああなるほどね、うんうん、やっぱりほら、うん、ヒップホップやん、ああ俺だってやっぱアンサーが欲しい、わかりました、あ、お願いします、あー、お、来ましたよ、大きいよ、大きい、サイズいいよ、サイズいい、ラリーが大事だから ね、うん、あら、そうでもないかな、めっちゃ大きく感じたんだけどな、引きは、あ、いいじゃん、いいね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 、いいじゃん、いいじゃん、いいよ、いいよ、いいじゃん、俺のよりいいわ、さっきの、悔しいけど、はい、どうも、お返しです、さっきのお返しです、あー、いいじゃない、キロいったかなと思ったもん、チェチェーン、チェ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 ーン、チェーン、おいくらですか、410、あら、いいじゃない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 、ロングキャストの 3.5 号のスローのモンスターマスターです、なるほど、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、今ソレユケ君が僕の方に渾身のリリックをかましてくれたんで、次は僕がアンサーを返す番、もうここの口の横にネリネリ溜まってるわ、疲れが溜まってて、ひぃやいや、アンサー返さないといけないんで、朝まずめアンサーでも返す、いや、アンサー返します、シェイ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 ポン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 、まあ一旦ね、一回休戦っていうことになりまして、朝まずめでもう俺からのアンサーをね、返していこうかなとって話になったんですけど、ヒエ気づいたらここにいるんですよね、どこよここ、室内です、ドアあります、D-O-O-R here ドア here ノブ here チキ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 ってことで、はい、気づいたらお宿の方に、多分記憶が飛んじゃってる、飛んでます、疲れすぎてですね、車で一回こう横になりませんでした、シート倒して、はい、シートボーン倒しました、うん、そっからの記憶がなくて、うん、気づいたら朝の9時ぐらい、うん、汗だくで起きて、でまあ帰る予定だったんですけど、ね、はい、今日もうね疲れが取れない無理、ジジイはバッキバキなのよ体が、あれ覚えてます、あの車の中の、俺5時半ぐらいに起きたんです、あ、そうなんですか、はい、あーってこう起きた瞬間、その声でリルレさんも一瞬多分起きて一言無理ってでもなかなかいい超過は分かったんじゃないですか、超過はね、はい、よかった、はい、初めて見る方もいらっしゃるかと思うので、うん、あのエギングメインにね、あの釣り動画の方を YouTube にアップさせていただいております、はい、ぜひね、ちょっとでもね参考になって面白いなと思った方はね、はい、チャンネル登録、高評価、ベルマーク、ベルマークね、はい、参考にしてくれます、ベルマーク、はい、押してくれたら通知入るようになってるんで、はい、ぜひチェックしてみてください、お願いします、あとインスタの方と、はい、TikTok の方も、はいはいはい、やってますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、それではご視聴ありがとうございました、バイ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 。